おはようございます。声が小さい。<laughs> えー、おはようございます。あいいですね物理会場は。はいえー、ちょっと待ってえっ、ー、とおはようございます。え十五分ほど遅れましたけれども、えー、始めたい二日目始めたいと思います。えー、昨日はカンファレンスどうでしたか。 なんかトリックを見て呆然これは Ruby かとか呆然とした人も結構いたような話を聞きましたけれどもで、えーっとまあ、2日目もねいろいろあると思うのでぜひ楽しんでいただければというふうに思います、えー、ほぼ3年ぶりの物理キーノートで、えー、コロナの間はずっとですねあのカンファレンスとかでも、まあ、キーノートとかでもですね、まあ、自宅からっていう感じで,で特にその海外のキーノートとか録画なので。で その全然参加感がないんですよね。で、あじゃあ例えば昨年の,の Ruby カンファレンス、アメリカの Ruby カンファレンスで、えー、こうキーノートを話しましたって言ってもですね、私その何、何日か前に、の PC の前で誰もいない部屋でこうキーノートとかと喋って、で私の Ruby カンファレンスはこれで終わったみたいな感じのこう参加だったので、 で、それに比べるとですね、やっぱりその物理での参加っていうのは本当に素晴らしいなというふうに思いました。えー、っと、そうですね、あの、こう、来年からはぜひこの調子でできるといいなというふうに思ってますし、えー、皆さんですね、津の土産いろいろ持って帰ってもですね、えー、っと、感染症は持って帰らないようにしていただければというふうに思います。はい。で、えー、つ <laughs> なんだかね、僕目が悪いんで、これクエスチョンマークに見えるんですけども。で、えー、まあ、 残り2日のですね、えっ、ー、と、Ruby カンファレンスじゃがた Ruby 会議をですね、えー、楽しんで帰っていただければというふうに思います。さて、松田さんの代わりの MC はこれぐらいにしてですね、えー、じゃあ、始めます。で、えー、夜中にはですね、えっ、ー、と、インターネットにおいて、すごく親切な人がたくさんいらっしゃるんですね。 で本当にありがたいことだと思いますけれども、まあ、いろいろアドバイスをくださったりとかですね、えー、忠告してくださったりする方がですねたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、正直言うとですね、えー、多すぎてですねでち,ょちょっとこうどうかと思うようなものもあったりするわけですねで私がそ Ruby を公開してで割とこう早い時期にですねメールをいただきました。で、えー、でそのメールにはですね えっと、あなたの開発した Ruby っていうのは、そのまあ、スクリプト言語という触れ込みでこう公開されましたが、スクリプト言語としては Ruby は良すぎるとか言われたんですね。で、良すぎるっていうのは一体どういうことだろうとかいうふうに思うんですけれども、で、しばらく後にですね、別の方にですね、やっぱりこの Ruby について、まあ、公開したばっかりだので、まだあまり有名でない Ruby に対してですね、で、コメントをいただいた方がいらっしゃいました。別の方ですけれども、スクリプト言語というものには、 えー、オブジェクト思考機能はいらないとだからはその、まあ、Ruby は Ruby はオブジェクト指向言語とそのスクリプト言語っていうのが、まあ、キーコンセプトでしたので,で、えーとまあ、案にこう Ruby はいらないっていうふうに言われてるみたいでしたけどもでああそうかっていう感じのことをです、ね、言われたことがありますでもう,もう20年以上前ですね こうまあまり Ruby が、ね、たくさん使われなかった頃だと,です、ねえー、と誰も Ruby なんか使ってないと、えー、私たちが使っているのはそのパールだし PHP だし Python を使っていると Ruby なんか使わないっていうふうなことをです、ねまあ、親切に教えてくださる方がです、ね、い,らっしゃるいらっしゃったんですねそれからです、ねえー、これずっと続くんですけど Ruby <laughs> にはです、ね、キラーアプリがないので こうルビーの使用されるこう領域っていうのはね限定的だというふうに言われたこともありました。それからですね、高、え、齢、ー、も何年か前に言われたんですけれども、えー、お前はですね、ルビーを作るべきじゃなかったと。で、その代わりに今、ルビーを開発するために使われているリソースはパールに集約すべきだったと。パールの方がもっといい言語だし、でパールに私たちが注力した方が、えー、世界はもっと良い場所になっていたはずだと。 ので、暗、まあ、に、ね、Ruby を作ることで世界がこうより悪くなったというふうに言われているわけですけれども。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、あとですね、まあ、よく聞くやつですね。Ruby は遅い。それから、まあ、割と最近だとこんな感じですね、えーとル。Web の時代、まあ、Ruby は、ね、Ruby on Rails で Web アプリケーションを書くのに広,広く使われていたので、まあ、Ruby といえば Web 言語みたいなイメージを持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、実際のリュースケースから見てもそう,そういう。 傾向があるんですけれどもでもうウェブの時代は終わったとのでこれからはその人工知能とか機械学習とかウェブ3とかの時代なので、まあ、その時代に Ruby の居場所はないと、えー、ここ書きませんでしたけども Ruby の居場所がないまではっきり書いてありましたけどもあそうですか Ruby、えー、は死んだ Ruby <laughs> は毎年死んでる あるいはですね Ruby、えー、は、まあ、最近すごく流行りの言語である Rust とか JIG とか Go とか Python とかではないのでダメだと <laughs> そういうふうに言われてですねまあなんかイライラするわけ <laughs> わざわざ言わんでもええかなっていうふうに思うわけですねで、えー、しかしですね私がイライラする理由っていうのは別に Ruby の悪口を言われたから こうイライラするっていうのは確かにあるんですけどあのそれだけじゃなくてですねえー、と例えばですね Ruby がこの点でこう機能が足りないとかあるいは Ruby がそのこういうことが足りないからこういう例えばツールが足りないからなんとかとかですねあるいは Ruby の性能がこの,このアプリケーションについて十分ではないので 良くないとかですねそういうそのまあるいはその自分の作ったツールを自慢されて例えばんだろう、えー、とグイード・バン・ロッサムさんあの Python を作った人ですねに、えーとまあ「Python のこの素晴らしい機能が Ruby にはないよね」っていうふうに批判されたらですね えー、まあまあそう,そうですねわかりましたっていうふうに言うんですけど、まあ、実際私そのグイードに会ったことありますけれども何回かえっ、ー、とまあ大体そのフレンドリーなこう対話ができていると思うのでえっ、ー、とた多分彼はそういうタイプの批判はしないと思うんですけれどもでえっ、ー、と、まあ、そうじゃない人はですねこう まあ、Python を作ったわけでもないし、その Python のツールを作ったわけでもない人たちから、ただ単に自分が Python を使ってるから、そして Python の方が Ruby よりもこう人気が高いからという理由でですね、Ruby は死んだとか言われるのはですね、まあ、ちょっとこう不本意なわけですね。どっちかっていうと、そ,のそういう人たちに対して、まあ、虎の家を狩る狐というようなイメージを感じてしまうわけですね。まあ、Python の意を狩るユーザーっていう感じですかね。でえー、っとその人が 主流派のツールより人気の高いツールを使っているからといってその人が実際に優れているかっていうとそういうわけではないんですねので私たちはですね、まあ、ノイズとか気にしないで,ですね、えー、と価値について今日は考えたいなというふうに思うんですねで、えー、このスライドを準備していて発見したことはですね、えー、価値を表す言葉の多くはですね Y で終わるということですね例えば Ruby ルビーは、ね、あの非常に高い宝石ですので Ruby、えー、の名前を決めたときも Ruby、ねえーね、が高いからというのも1つの理由だったんですけどもで、まあえー、プロダクティビティ、ね、生産性が高い Ruby、まあの生産性が高いというのはよく言われるんですけどもで、えーまあ、その生産性が高いというのもです、ねまあ、こう生産性が高いから特にレイルズ d h チ,チとか Ruby、ね、を レイルズをその小さなチームでこうソフトウェアを開発できるっていうことがファーストゴールであるというふうにはっきり宣言しています。で、えー、最近ねその特にビジネス系のウェブアプリケーションの肥大化が大きくてですねで例えば JavaScript のフロントエンドをガリガリ開発して JavaScript フロントエンドチームとそれからバックエンド、まあ、言語はいろいろですけども例えば RubyOnRails を使いますというふうになってもですね少なくとも2チームが必要だみたいなこう 主流にになっている時にです、ね、例えば、Rails7 でホットワイヤーというのを導入することによってバックエンドチームだけで、まあ、そこそこの見栄えの、まあ、ある程度インタラクティブなシングルページアプリケーションを開発できるようにするみたいなことをしましたがそれもです、ね、彼の持っているその小さいチームでちゃんとしたツールを開発することができるのがゴールだっていうのをこう実現するための方法だと思うんですね。でそういういうな どちルビーがいい,言語高い,やいい言語なんですけど、ルビーがいい言語だからたあの生産性が高いというだけではなくて、ジェムであるとか、ウェブアプリケーションフレームワークであるとか、そういうものが充実していることによって生産性が高い、それが Ruby と Ruby の周辺ツールのですねまあ価値であると。w i f i がネットワークに利用可能ですってなんだろう。まあいいやでえとそれからコミュニティ でえー、まあその Ruby のこう、まあ、価値を提供しているもののうちのこう、まあ、コアになっているものはもちろん Ruby という言語なんですけれどもで、えー、言語はもちろん私がデザインしてで初期は私がほぼ全,全部1人で作ってましたしで最近はね私自身はあの手を下してコード開発すること Ruby の,のコード開発することはだいぶ減ってしまったんですけれどもで,、えー、でもですねこうこれらのツールを こう作っているのはこうコミュニティなんですね結局はねでそのコミュニティっていうのが Ruby の,のまあ価値の中で最も重要なものなであるというふうに思いますでえー Ruby のコアチームというコミュニティが CRuby をよくしてくれてますしでそれから RubyGems.org に登録されたですねわかんない何十万っていういそんなにない <laughs> わかんない何万かもしれませんけれども何万ものジェムの 一人一人のユーザーあのこう、オーサーがですね、クリエイターがですね、Ruby、えー、のコミュニティに、えー、価値を提供してくれてますしまたそれを使ってくださっている方によってですね、価値が創造されているということによって、えー、広い Ruby のコミュニティが Ruby、まあの、Ruby というエコシステム全体の価値を、えー、実現しているというふうに思います。Joy! 喜びですね。えーと そのまあ、私にとっての喜びのうちの一つはですねこうやってカンファレンスに出席してで今まで会ったこともない人に会ってでその人がルビーを使って楽しかったとかルビ、えー、Ruby、で仕事で儲けたとかですね、まあ、俗っぽいものも楽しいものもいろいろありますけれどもそうやってですね、えー、感謝の言葉を向けられるときに私にとって多くの喜びです。またその、Ruby、っていう 言語がですね皆さんの生活を良くするのに役立ったり、まあ、今回もねあのスポンサー企業にたくさん名前を挙げてくださいましたけれどもその企業のうちのいくつかはですね私だけじゃなくて私の家族が使ったりとかするわけですねでそういうのを見るたびにですねルビーが私たちの生活を良くしているということをですね感じることもたびたびあります喜びですねで最後になりますが最も重要なものはですね、まあ、お金でえー、っと まあ、昔はねこう、ルビー会議とかやってもルビーカンファレンスとかやってもですね皆、えー、趣味で集まってたんですね、えー。2001年に一番最初のルビーカンファレンスが開かれた時、えー、っときフロリダ州タンパっていうところでやりましたけれどもでそのときに、えー、こう来てくださった方って34人しかいなかったんですね。<laughs> でえー、それもですねう、えー、っ,っていう名前の,あの いう学会の会議のの議直前の週だったのでウープスラに出る人がついでに Ruby、えー、が面白そうだから顔を出すかっていうふうに顔を出した人たちがほとんどでした。で えー、そういうカンファレンスの場合はですね別にそのお金が儲かるからとかですね、えー、何かついて学びたいからっていうことについて、えー、来るわけではなくてですねなんか Ruby って新しいテクノロジーが面白そうだからっていうふうに来たわけですねまあそれはそれですごく楽しくてよかったんですけどもでも現代においてですね Ruby のカンファレンスをする時に、えー、かなり数多くの人たちがですね単に趣味ではなくてで、えー、例えば仕事に使うからね、えー、あるいはそのこ,うこの技術で こうビジネスが回っているので,で会社に応援されてですねじゃあちょっと行って Ruby について学んでこいというふうに言われたりとかしてくる人もたくさん増えましたでそれっていうのは Ruby がね価値お金という価値を生むようになったからこそこうできるようなことではないかなというふうに思いますはいえーっとこれはですねトップ RubyCompanies っていうサイトなんですけれどもでえこう 西村さんがですね、えっ、ー、とこうこういう,う公開情報を使ってですね、Ruby で、えー、ルビーカー世界中の Ruby かトップルビーカンパニーをこの情報を集めましたっていうサイトになります。で、これ見るとですね、えっ、ー、と Ruby を使っている公開企業で最も時価総額が高いのが Airbnb だそうです。Airbnb J Ruby 使ってるんですけれども。 でえー、と時価総額が60.2ビリオンなので602億円、あ違った、2億ドル <laughs> 円だと分かるんだけどドルだとちょっと想像がつかないんですが、えー、602億ドルの時価総額がありますとで2番目がショッピファイになっててで、えー、394億ドルだそうですで、えーまあ、ものすごいお金を稼いでいるわけですね。 でス,スクエア、コインベース、ゼンデスクっていうふうに続きますね。で、ちょっと飛んで、7位に GitLab がいたりとかですね。で、えー、っと、まあ、カウパとかですね、マンデーとか、ブレイズとかありますね。で、日本企業はちょっと下がってですね、20位にフリーさん。で、14、146億ドルで、次がマネーフォワードさん。 でえー、ちょっと飛んでミクシーですね、まあ、ミクシー全面的に Ruby 使ってるわけではないんですけれども、モンストのバック,バックエンドが Ruby だっていうふうなことは聞いたことがあります。はいまあ、こんな感じでですねな、何百億ドルみたいな感じのお金をですね、えーまじまあ、時価総額とねそのどういう、どう見るかっていうのはまあ、 まあ小,説小,小説あると思いますけれども、まあ、いずれにしてもです、ね、まあ、たくさんのビジネスが Ruby で回っているということは明らかだと思います。もちろんその、えー、と価値はあるけれども、時価総額と、まあ、そもそも公開してない企業もたくさんありますので、でえー、これ以上にです、ね、たくさんの企業が、えー、Ruby を使ってこう世の中に価値を生み出してくださっているというふうに思います、はい。これは別のウェブブログ記事なんですけれども、えー、Y コンビネーター。 あの超アーリーステージの,スタートあのベンチャーキャピタルって言っていいのかな、がの卒業生の中でトップ50のソフトウェア企業を、えー、集計したっていう記事があるんですけれども、その中でですね、えー、っとトップ50のソフトウェアスタートアップの1位はですね、えー、ストライプです。でえー、次が あまあ、ストライプででできてるんですねであとクルーズエア r ビー b ビードアダッシュツイッチインスタカートってびますけれどもこの中で、えー、と例えばクルーズであるとかエア r ビー b ビーさっき名前出ましたねそれからツイッチもルビーを一部使ってますとそれからインスタカートもルビーですというふうなことが書いてありますでえっ、ー、とこれその続きになりますけれどもで集計した場合、えー、トップ50のうち 13企業26%が Ruby を使っていますとでこの数だけだと2位のあ Python とは、ね、22%26% であんまり変わんないんですけどで注目すべきはですね、えー、とトータルバリエーションの方で,で、えー、トップ50企業の時価総額のうち52%は Ruby 関連企業からこう生まれていますと。 それは2位の Python17% に比べてずいぶん高いというふうにねまあなんかいい感じの数字ですね <laughs> はい、えー、これ昨日あの,きあのスポンサーブースからちょっともらってきた転職ドラフトさんのねあのグラフですけれどもで、えー、と上に行けば行くほどこう企業から求められているとでえっ、ー、と右に行けば行くほどこうなんていうの給料が高いというグラフですけれども えー、2019年から2021年、まあ、全般にね給料上がってることが下の軸を見るとですねずずれてるんですねでえっと左側のグラフだと620と630のところに縦の線が入ってるんですけれどもで、えー、右のグラフを見るとですね、えー、660と670のところに縦の線が入ってるんですねこうでこれを見るとですね、まあ、平均的にもだいぶ上がってるんですけれども、まあ、さらに、えーまあ、Ruby の 赤い点ルビーなんですけどもルビー関連テクノロジーなんですけども RSpec とかですねなんかこう非常に高いところにいるみんな RSpec 使うとこう高い給料で転職できるかもしれませんけれども <laughs> まあこういうことを考えるとですねまあなんかこう親切な人たちがですねインターネットで言ってるこうなんていうのもうこうじゃあ 頑張って使って <laughs> あのルビーが死んだみたいに言われてもですね、まあ、気にしなくていいんじゃないかなというふうに思うんですねで私たちがその価値を生み出している限りはその気にすることはあんまりないというふうに思いましたはいでので私たちはですね、まあ、前に進み続けようというふうに思うんですねでその時に ルビーがこれますます発展するために価値を生み続けるためにですね鍵になるのはやっぱりコミュニティだなというふうに思いますで私たちはですね前に進むためにもですねえより多くの力が必要であるというふうに思いますでえっとなんか誰か一部の人たちがですね頑張るだけではですね前にドライブするのは限界があるのでみんな一緒にですねまあ強くなるというふうなことが求められるんじゃないかなというふうに思いますのでえっとまあ こちらからか、ね、お願いするのだいぶ心苦しいんですけれども皆さんのコントリビューションがこう非常に重要になってくると思いますで、えー、まず最初にです、ね、皆さんがであのにこう期待したいコントリビューションとしてはです、ねえー、と広報、まあ、パブリシティっていうのがありますね Ruby というものがまあちょっと誤解されたりとかですね情報がこう広く伝わらなかったりすることはたびたびあるので,でお願いしたいなというふうに思いますブログとかツイッターとかです、ねまあ、そういうのを通じて、えーこう 広く情報を例えばですね皆さん自身がですね Ruby で開発してて経験したこととかですねあるいはその新しい技術に関する解説するテクノロジーブログであるとかですね それからルビーでプロダクトを作っていただいて、まあ、それは実写プロダクトかもしれませんしその趣味のプロダクトかもしれませんけれども、そういうものとです、ねまあ、自慢してもらってです、ね、あれ、こんなの作ったよ、すごいだろうみたいな感じのことをです、ね、こうどんどん書いていただくことによってルビーというものについての、まあ、正しい認定 認識がですねより広まって、まあ、誤解が少なくなったりとかですね、えー、と親切な人がですね余計なお世話のこう忠告をしてくることがですね、まあ、減って私の精神安定がより進むとかですねいうことが起きるんじゃないかなというふうに思います。はいでで、えー、さらにですねこうバグ ルビーにバグを見つけた時にですねあるいはそのルビーにこんな機能があったらいいのにって思うことがたびあるんですけれどもまあそういうようなことをですね、えーっとまあ、私たちに教えてくださることによってルビーの開発をドライブすることができると思います。実際ですね、えー最近まあ毎 毎年、ね、Ruby のリリースをしていて、まあ、いろんな新しい機能が入っていますけれどもそのうちのかなりの割合のものは、えー、ユーザーの方からコミュニティの方からです、ね、こんな機能あったらいいと思うんだけどっていうふうな提案がです、ねえー、おそういう提案をベースにして作られたものがです、ね、多いんです,ですねで。Ruby の初期の頃はですは、ね、もちろんすべての機能を私デザインしましたしで何か新しい機能を作るときも私がこうあるべきだと思って作ったものの方が多かったんですね。 でもですね,ここ,そうですねここ10年ぐらいは間違いなくそうだと思うんですけどもどちらかというとそのコミュニティの方からこんな機能があったら Ruby もっと良くなると思うんだけどっていう提案をベースにして、えー、改善したものの方が圧倒的に多いんですね。でそうするとですね、まあ、このレポーバグレポートとかですねフィーチャーリクエストみたいなものは Ruby、えー、のこう進歩、まあ、言語の進歩のですね、まあ えとドライビングフォースになっているというふうに思います。えー、っと宛先はこちらのアドレスにお願いしますということで bugs.lblang.org <ズ>ーーですね。 え気軽に書いていただければ残念ながらですね提案されたもののうちの8割9割は、ね、リジェクトされるんですねあの他の機能と矛盾するとかですねで、えー、とこう名前が気に入らないとかですねいろいろありますけれどもさまざまな理由で,ですねリジェクトされますで、えー、とすいませんが提案したからといってそれをすぐ採用することができるかって言うとそれはできないんですけれどもただですねもしかするとこのあなたの提案が明日の Ruby のこう進歩につな、ね、がるかもしれないという期待を もあの心に秘めつつです、ね、でいろいろ思いついたことを提案していただけると、ね、いいんじゃないかなという,ふうに思います。ただし、断られたときも心平安にしていただければなという,ふうに思います。はい、次、えーとまあ、バグレポートするだけではなくてですね、えー、とバグ直すこととかですねそれから、まあ、機能提案するだけではなくてです、ね、機能を実際に実装するみたいな。 なことも、えー、だいぶ期待されていますで最近 Ruby はですね GitHub のプルリクエストを受け付けるようになりました。で、えー、宛先はこちら GitHub.comruby スラッシュ Ruby ですね。でこちらでプルリクエストを受け付けています。あただですねあのこう プロリクエスト付きでですね、あの機能を提案される方も結構いらっしゃるんですが、もともとの機能が採用されないと、当然マージされることもありませんので、そこの辺はですね、えーっとまあ、ご承知おきください。まあ、最初に議論して入れるって決めてからですね、フィーチャーリクエストに関しては、あのプロリクエスト作っていただいた方が無駄がなくていいんじゃないかなとは思います。はい、<laughs> ちょっと疲れちゃった。休憩。 はい、えー、気を取り直して、えー、っとですね、プログラマーのうちの多くはですね、ドキュメンテーション書くのがあんまり好きじゃないんですね、まあ、よくないことではあるんですが、まあ、どうしてもですね、コード書いてるほうが楽しいんですね、で、そういうこともあってですね、ドキュメンテーションが、こう、なおざりになることって結構あってですね、で、そういうことのないように、えー、っと、まあ、 皆さんの中で,ですねあの最近追加されたこの機能がドキュメント化されてないとかですね、えー、ということに気がつかれたらですね、ドキュメンテーションのアップデートのプルリクエストとかですね、あるいはここ、この辺が間違ってるよっていう指摘だけでも十分なので、えー、さっきの,あのバグレポートの方でですね、教えていただけるとですね、大変感謝します。あのタイプの修正とか、いきなりプルリクエストとか振ってくださっても大体大丈夫なので、えー、まあ、 期待しています実際いろんなものを最近ももらっててですね感謝しているんですけどもはい次でジェムですねえっと RubyGEMS 十何万あるって言っなんか聞いたような気がするんですけれども、えーまあ、Ruby の、ね、コアの部分だけではなくて GEM がすごく便利だと思いますで皆さんもです、ね、どんどん GEM を公開していただければいいんじゃないかなというふうに思いますで私がお手伝いしているいくつかの会社でもです、ね、自分の会社で使っているこうものを一部 GEM に切り出して公開しようとかですね、まあ、オープンソースに貢献していることは、まあ、リクルーティングにも役立つみたいなことをです、ね、言っている企業さんもたくさんあります、まあ、確かにその通りだ と思うので、えー、ジェムを、ね、あの提供することについてご一行いただければと思うんですけれども Ruby、えー、のジェムについていくつか,かあの思っていることがあって1、ね、つはです、ねまあ、名前ですねあのジェムの名前の付け方ってこう個人的には派閥が2種類ぐらいあって1、ね、つはです、ね、なんかこうシンボリックっていうんですかねあのこう実際の機能と全く関係ない名前を付ける一,一派がいてです、ねまあ、それはそれですごくいい。 ル,ル,ルビーの伝統として面白いと思うんですけども「あの,のこぎり」とか「ですね雷」とか「ですねなんだこれ」みたいな感じの <laughs> 特に外人がそういうふうに思うことが多いんですけれどもで,、えーまあ、でもこう1回覚えるとねおこう覚えやすいっていうのは確かにあります。でえー、あ一方ですねその 初心者っていうんですかねあの最初にそのジェムを見た時に何でこれノコギリなんだろうとか思うこと結構あるってですねでまあそういうそのちょっと最初の敷居が高いっていう欠点も若干覚えやすいけど敷居が高いっていうのがありますで逆にですねすごくシンプルな名前とかねパーザージェムとかねあ,のあとなんジェイソン <laughs> やむるとかですねあのやってることそのもの一単語みたいなやつが結構あるんですけどもまあ個人的にはですねあのシンプルな方が好きっちゃ好きなんですがまあそういわゆってもですね例えば Ruby ってこうまあねプログラミング言語と Ruby の,の間に全く何の関係もないので実際に自分の作ってるプロダクトはシンボリックな名前だっていうふうに思うんですね。でやっぱり名前重要で でまあ、その自分の作ったジェムとか、ね、プロダクトにどんな名前を付けるかによって運命だいいいぶ変わってくるんじゃないかなかと思いますで、えー、もし私が、ね、Ruby を作る時に、ねまあ、Ruby っていう名前を選ばなかったらもうなんか違う名前を作ってあの選んでいたら、まあ、こういうふうなことは起きなかった Ruby 会議でねあの1,000人の人の前で話をするとかです、ね、そういうことは起きなかったんじゃないかなというふうに思うとですね、まあ こういい名前特にそのこうよく覚えてもらいやすいような名前をつけるっていうのはですね重要なことではないかなと思います。プログラミング言語の名前もいろいろありましてあのこう一番典型的なそのシンプルネームっていうのは APL っていう言語がありますが APL ってのはまあ略語でしてであの略単位で全部書くとあプログラミングランゲージっていう。 あそのまんまですね。で、えー、っと、まあそういう、まあ、そういう名前はもう二度と出てこないと思いますけれども、で、えー、まあ名前重要なので、ぜひジムを作るときには、すでに名前をよく考えていただければなというふうに思います。もう一つはスコープでして、まあ あのまあ、自分の達成したいゴールを明確にして、まあ、スコープを明確にするのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。この辺が曖昧だとですね、まあ、機能拡張拡大しすぎみたいな問題が起きたりとかしますし、ね、あとその実際に使う自分のユースケースに適合するようなこう何あのこう機能を考えていただければなというふうに思います。えーとまあ DHH がね最初に Rails を作った時にえとこういう Web アプリケーションフレームワークがあるべきだと思って彼らは作ったわけではなくてえ当時作っていたえとなんだっけ名前忘れちゃったベースキャンプかベースキャンプっていう Web アプリケーションのえ一部を切り出してきた上でまあちょっと調整して Web アプリケーションフレームワークとして作ったんですねということで Ruby on Rails について言うとその Day1 からその最初の日からそのこの ユースケーススケをを支援するっていうことを明確にししたた状態であの生ままれてきましたで、えー、と逆に、ね、Ruby はそうじゃなかったんですけどで、えーとまあ、今振り返ってみるときにこう、まあ、皆さんに使ってもらいやすいツールを作るのに近道なのは、まあ、具体的なこうユースケースのあるようなこう方向性だなというふうに思うので皆さんがもしジェムを作るときにはです、ねまあ、どっちかというとそっちの方をです、ねまあ、おすすめします。はい で貢献、えー、の中でですね今ここが足りないなというふうに私が思っているものはトリアージになります。で、えーとまあ、コミュニティもも、ね、ずいぶん大きくなりましたし参加してくださる方もずいぶん増えたので、まあ、ありがたい限りではあるんですけれどもで、えー、正直言うとですねリクエストのをさばくときにです、ねえー、こうちょっとこう手数が足りないなと思うときがあるんですね。 で私たちはですねあの開発者ミーティングっていうのを月に1回開いてるんですけれどもオンラインでで、えー、その時にですね、えっと、今までに来たその、まあ、フィーチャーリクエストの中で Ruby に入れるべきものは何かっていうことを、まあ、リストしてそれを上から順番に議論していくっていうことをしてるんですねしかしですね、まあ、イシューが多すぎてですねで、えー、っとどれを、まあ 1>, 1ヶ月に1回で、まあ、時間は有限なので,でどれをその話題にしてでどれをこう、まあ、先延ばしにするかということについてです、ね、決めなくちゃいけないんですけれどもでその時の決め方がです、ねまあ、なんか見つかったもの順番にとかです、ねまあ、そういうことになったりしがちなんですよね。ので、えー、と本当は重要なのに見落とされているとかです、ね、いうケースがです、ね、たまにあるんですね。 で、こういうのをですね、まあ、優先順位付けしてで今まで議論されていない、えー、イシューのうちこれについては結論を出すべきだみたいなものをリストアップするで、優先順位をつけてで、えー、開発者会議にかけるとかいうようなことがです、ねえーっとまあ、今遠藤さんとかねあの まフルタイムコミッターだからやらせろっていう人たちももしかしたらいるのかもしれないんだけども,もしあの遠藤さんの,あの得意な才能はですねもうちょっと別のところで発揮されるべきではないかといや,いや発揮されてるんです、よ昨日のトリックとか<笑><笑>えっとまあそういうようなことをですね考えたりするわけですねまあこういうところでもうちょっとこう協力してくださる方が増えるとですね変わってくるんじゃないかなというふうに思います。さらに言うとですね えと我々が一番苦手なのはですねブックキーピングっていうところであのち,ゃちゃんと管理するみたいな話ですねあのこう開発者ミーティングでですね、まあ、議論した上でえで、ー、時間内に結論が出ないことっても結構あるんですよねでそういうのって、まあ、一度議論したからっていうことでまた結論が出なくて放置されるっていうことが続いたりすることが結構あるんですよね そうすると、これは結論が出ませんでしたがえとこう今まで議論したことはこれこれで中間的なこう結論はこれでっていうふうなことを記録してですねでえまあ次回に回すとか優先順位を管理して忘れないようにするというふうなことはですねぜひ必要だなというふうに思います。あるいはまああの開発者ミーティングの議事録を見たりとかですね えー、時々その議事録の内容と本当に議論したことがずれていることがあるので,でそこ直したりとかすることも本当は必要なんですけれどもそれからバックログですね、まあ、こう議論したけどできてないやつできあ,のあるいは、えー、とこう一度断ったんだけどこうなあの まあ、最終的にリジェクトしてないやつとかをですね、えー、とあの記録しておくみたいなことがですねそういうこまごまとすごい苦手な人たちがやこうかあのコア人の人が多いので、まあ、そういうところをですねやっていくことも必要ではないかなという,ふうに思います。これ、ですね実際にそのコードを書けなくてもですね、まあ、時間さえあればこうできるようなことが結構あるのでですね、えー、と手を挙げていただく人がいればですね、まあ、歓迎しますということですね、まあ、それからまあ通訳じゃなかった翻訳ですね。<laughs> えーまあえー、と大体の情報は英語と日本語であるんですけれどもで、えー、と Ruby のウェブサイトなりドキュメントなりはです、ねまあ、スペイン語だとか中,中国語とかです、ねまあ、あのインドネシア語とかマレーシア語とかです、ねまあ、いろいろな言語にあとロシア語とか、ねあのえー、翻訳されているんですけれどもで、えーまあ、十分ではないと、まあ、英語見ればいいっていうふうなのも1つのポリシーではあるんですけれども、えー、と可能であればです、ね、母国語で、えー 自分,自分の言語でこうドキュメントが見れるようにですね、まあ、翻訳チームに参加してくださる方がいらっしゃればですね、まあ、それは歓迎しますということですね。はいえー、それからですね、まあ、カンファレンスとか、えー、とミートアップとかですねに、えー、もまあ大事だと思います。でえー、と この会議もそうですけれどもやっぱりそのカンファレンスで直接人と会っていろんなことを話すことによってインスピレーションを受けることって結構あるんですよね。で、えー、こう今,日今回のルビー会議においても、まあ、何年かぶりにこう会って、まあ、あの講演を聞くだけではなくてですね廊下で雑談をしたり挨拶をしたりとかですね、まあ、そういうようなことによって受けるインスピレーションもたくさんあります。実際にありました で、えー、またこう勉強会でですねあのそれぞれの地区でこう勉強会するときにですねまあ、そのまあ交流の中から生まれてくるものもたくさんあると思うんですねでこれらのカンファレンスとかですね勉強会とかをこう開催するのもですねまあ、だいぶコストだと思います特にですねこう Ruby 会議クラスになっちゃうとまあ、本当に 大変だと思います。で、私自身はその Ruby 会議のオーガナイザーメンバーではないのですけども、増田さんの活動とかですね、皆さんの活動とか見てると本当に頭が下がります。また12月にあ、そうそうね、あの増田さんとかに拍手。<laughs> スタッフの皆さん本当にどうもありがとうございます。 12月 11, 月11月に松江で開かれる Ruby ワールドカンファレンスのオーガナイザーの一人ではあるんですけれども、まあ、だいぶ規模が小さいカンファレンスでも死にそうになって。 てるる人たちを見るんですね私はまあなんかだいぶお飾りなので見てるだけのことのが多いんですけれどもで本当にそのこの特にね感染症で不確定な時期にカンファレンスを開くことは本当に本当に大変なことだと思いますがでその中でカンファレンスを開いてくださっている皆さんに感謝しています。で、えー、このカンンファレンスによって、えーまあいい ルビーのコミュニティはです、ね、まはあ、活発化し活性化してでインスピレーションを受けるというふうに確信しています。えー、と世界中ではですねルビー会議であるとか、まあ、ヨーロッパのユーロコであるとかルビーカンファレンスであるとか、まあ、あのこれから先年末に向けて目白押しですけれどもでそれから各種の地域ルビーカン,カンファレンスですねでそういうのがたくさんありますが、えー、彼らの働きがですねルビ、えー、まあ Ruby、のコミュニティを活性化しインスピレーションを与えるというふうに確信しています。 また、えー、企業がですね、えーこうまあ、Ruby を使ってですね、まあ、どんどんお金を儲けていただきたいんですけれども、も、えー、儲かったああああの暁にはですね、えーまあ、開発者、特に,です、ね、に自分とこの開発者にですね、まあ、Ruby のその,そのもの,のに対して、えー、貢献するようなことをです、ねえー、推奨したりとかですね、まあもう、もうちょっと余裕があれば、まあ、フルタイムの開発者を雇っていただければなと。 いうふうに思います。現在でもですね、例えばクックパッド、えっ、ー、と笹田さんと遠藤さんの2人を雇用していらっしゃいますし、Salesforce.com も私をコンサルタント契約してくださっています。ありがとうございます。あ、ちなみにですね、あのヘロクは2020年で辞めておりますが、あの Salesforce との契約はまだ続いています。それから赤月川中田さん。 を、えー、採用していますそれから Shopify はですね、まあ、Ruby 開発に貢献するチームを用意して、えー、本当にたくさんのこう価値をですね、えー、Ruby の方に貢献してくださっています、まあ、そういえば Shopify もアイデアありますね ということで、えー、と前に進み続けることは大事だし、そのためには皆さんの貢献が本当に重要な役割を果たします。さて、皆さんの貢献をご紹介しておきましょう。えー、と今年の年末に、ね、公開される予定の Ruby3.2 では、まあ、パフォーマンス改善がたくさん行われています。まあ、y t のこととかも、えー、ありますし、まあ、最近も y t 使ってめっちゃ早いみたいなこう記事、ブログ記事出てましたけれどもで、それから昨日のキーノートにありましたね、WASM、えー、で動く Ruby っていう感じですけれども、で サポート最初、いやわれ我々って言っちゃいけないな、私自身はですね、WASM、えー、で動く,あの動くようになったので、マージしてもいいですかっていう風なリポートが来たときにですね、Ruby がサポートしているプラットフォームが1個増えただけっていう認識だったんですね、私はね。なんですがなんんでですすがその直後にですねなんか ブログとかいろんな記事で取り上げられて、ですねで実は思ったよりだいぶインパクトが大きかったんだなというふうに思いました、また、ですね中にはこう例えば、昨日のねあのクックパッドの Ruby クイズとかねあのこう実際に RubyOnASM でえーあのこうブラウザーの中で,ですね Ruby が動いて,てですねしかも CRuby が動いて,てですねこれはすごいやとうう思いましたけれどもえこれですね、3.2にはねちゃん入る予定です。 はいえー、とそれから、ねえっと、YZ がです、ね、ラストで書かれるようになりました。あのずっと C で頑張るみたいなものを思ったんですけども、まあ、あのラストで書きたいんだけどっていうふうに来たときに、まあ、ま YZ は基本的にオ,、まあ、オプショナルなので、まあ、サポートするプラットフォームとしてないプラットフォームもありますしで、まあ、オプショナルなものならそれでもいいかっていうふうに思ってです、ね、あの特に なんですかねあの y t チームの生産性は非常に Ruby 全体にとって重要だと思ったのでじゃあどうぞっていうふうに言ったらですねえっとどうぞって言ったまあ私にとって驚くべき速さでですねコミットされてできましたとか言われてですねなんという開発力とか思ってですねで最近はですねそ,のそれをベースにして ARM64 サポートも行われるようになりましたまだバグがちょっとあるっていうふうに聞いてますけれどもそれでもですねえっとアップシリコンの上でえっと がくっていうのは非常に重要だと思いますで、メモリアロケーションの改善も、えー、順調に進行しています。あと、まあ、シェイプもね、あのシェイプまだあの入ってないんですけども、3.2 <laughs>、えー、に間に合うかどうかもちょっと分かんないんですけども、まあ、ちょっと今後に期待しています。はいえー、昨日、佐田さん発表しました目に NM スレッディングですけども、えっ、ー、と、まあ、 なんかちょっと話をすると残念ながら3.2には間に合わないかもしれないっていうふうなことですけども、まあ、頑張って開発してくださっていますスレッドのねクリエーションていうの100万スレッド作れるかもしれないっていうのはだいぶこう希望ですよねはいえっ、ー、とデータオブジェクト長らく Ruby っていうのはデータっていうクラスがあったんですねただあの全然使われてなくて3.0なくなったんですよで えーまあ、こう誰も使ってなかったしそもそもなくなったので、まあ、これ幸いというふうに再利用して、まあ、地上げみたいな感じですね。<laughs> であの地上げ大体うまくいかないんですけど今回はだいぶうまくいったので新しくデータオブジェクトできました。あのまあ、なんていうのはストラクトクラスのな、えー、とインミュータブル版だと思っていただければいいんですけどもデータオブジェクトができるようになりました。もしかしかたらこの 今後の、ね、Ruby のプログラミングスタイルが、イミュータブルなデータオブジェクトを多用するようなスタイルに変わっていくかもしれません。はい新択、えー、サジェストジェムが入りました。ネストト間違ってたときとかです、ね、こことここの対応が間違っていますと教えてくれるジェムですね。昔、デッドエンドっていう名前でしたけれども、えーまあ、マージするにあたって、ですねもうちょっとそのジェネリックな名前に <laughs> が変わりました。はい えとエラーハイライトも入るようになりました、まあ、あのエラーメッセージが、ね、より綺麗に美しく見えるというふうに、えー、と明日遠藤さんが発表してください、はい、ます、あ、3.2に入る機能本当にたくさんあるんですけども、まあ、とりあえずここまでにしておきますあとですねあのツールを開発する人たちに対してですね Ruby ツールを開発する人たちに対してです、ねまあ、非常に感謝の気持ちを表したいなというふうに思いますで数年前から言ってるんですけども Ruby3.x ではですねつまり3.0以降ですね3.0より後ですね えー、はその言語の改善とか、ね、新しい文法追加みたいなことについてはです、ね、あまり一生懸命やらないようにしようというふうに思っているんですねちょっと安定期っていうんですかね。で、えー、その代わりにです、ねまあ、ツールの充実によって Ruby の開発の生産性を上げようというふうに考えています。 でので、その Ruby の開発シーンにおけるツールっていうのはね、あのまあ、いろんなツールありますけれども、すべて重要だというふうに思っています。で、今でもですね、r u b y m i n であるとか、まあ、これ有料ですけれども、まあ、ソーラーグラフ、Rubocop、SolveSteep ですね、まあ、その他数え切れないほどのツールがあって、Ruby の開発を支援してくださっています。これらの開発を支援してくださっている方、本当にありがとうございます。で、しかしですね、私もっと改善できるというふうに思っているんですね。で、えー、例えばですね、まあ、 ランゲージサーバープロトコルについてもあのもっといろいろできるんじゃないかなというふうに思いますしまあそのために必要な開発や投資はしていこうというふうに思っています。もし そのこれらのツールを開発している人の中で例えばその助成金が必要であるとかですねあるいはその技術的情報が必要であるとかあるいは Ruby のコアにこんな服が必要であるとかですねまあ,ありましたらですねえぜひ私たちのところにですね相談しに来てほしいなというふうに思いますえもちろん何でもはできないんですけれどもえーとできるだけですね問題を解決してツールが充実するように支援していきたいなというふうに思っていますはい えー、いずれにしてもですね Ruby は前に進みます前に進む方向は価値を生み出す方向にそして Ruby の生産性 Ruby を使って Ruby でプログラミングしている時の快適性をより高くするために前に進み続けます今までもずっとそうやってきてましたけれどもこれからもそうやっていきますでそれってのはより良い世界を作るためですね Ruby を作らない方が良かったと言われるようではなくてですね Ruby があるこの世界は素晴らしいと いうふうに思っていただけるようにしようと思っていますし、それは皆さんと一緒にやっていくことだというふうに考えています。はい。えー、まあ、キーノート大体これだけなんですけれども、えー、このキーノートは Salesforce.com、えー、Salesforce. NACL、えー、GitHub スポンサーズ、そして LB コミュニティの皆さんの提供でお送りしました。ありがとうございます。 えー、さてあの私、計算よくできないんだけど多分あと20分ぐらい時間があると思うので、えー、っとあと残りの時間は質疑ということにしたいと思うんですがここであそこの辺にまずあの MC が出てくる予定なんですがあれははい、はいあ来た貴重 <laughs> 講演ありがとうございましたあの MC の松本さんに始まり CM の松本さんで終わるっていうきれいなトークでしたありがとうございます思いついなかった <laughs> そうあのえー、っとですね そうなんです質疑応答 Q&A なんですけど今年はこのマイクを皆さんのところにあの何だろうマイクでしゃべっていただくっていうのがちょっと感染対策上やりたくないのでこちらのチャットに質問がある方お書きくださいで僕が読み上げ拾って読み上げますっていう形でやるのでテイクアウトドットロビー会議ドットオーグからログインしていただいてこちらに質問書き込んでいただけると。 ありがたいです。よろしくお願いします。はいえー、とこの距離だとね、僕、ちょっと字が見えないので <laughs>、松田さんにお願いしました。<laughs> あと、はい、あ、はい、あと、なんか、中ホールがちょっと中継が、品質が怪しかったっていうところ、すいません、運営で把握しております。あの、ご迷惑をおかけしております。あら、そうなの。うん、なんかん、だいぶ流しちゃったのに、いや、映像が見えなのに、見えてなかったみたいな。<laughs> あ。<laughs> <う>ありがとうございます。すいません。 質問あるかなあじゃあちょっと質問上がってくる前に僕から質問したいんですけどはいあの松本さんお帰りいつでしたっけ今回今日でこんあの今晩遅く帰ります残念ながら3日目は参加できなくてはいとのことです皆さんなのであの松本さんと絡みたい方松本さんと一緒に写真を撮りたい方松本さんにサインをいただきたい方あとなんだまあ,あのさっき本人からあったけどありがとうって言いたいだけとかもう全然そういうの構わないですよねはいもちろんもちろんもちろんと思うのであの皆さんどんどん松本さんに 話しかけて、なんか絡んであげ,あげてって言うくないな、なん絡んであげてください。僕、今日この辺をふろふろしてるのであの、ぜひ捕まえていただければと思います、ね、もうありがとうって言ってるだけで、使ってるよって言ってるだけでも、<laughs> まあ使わない人は来ないけどね、<laughs> <laughs> ここには。あと、ついでに言うと、今日あは Ruby コミッターの人たちですねあの、なぜかお揃いの赤い T シャツを着ている。 方が非常に多いようなので、まあ、つあ僕もこれから来ます <laughs> そ,その赤い T シャツを目印にこれもまた Ruby 使ってるよとかありがとうとか Ruby のどこ作ってんのとかいろいろ話しかけるきっかけになるかと思いますので赤い T シャツの人見かけたらそういう話もしてあげるといいのかなと思いますなんかあるかなおこれなんか流れちゃうと見逃すなじゃえっ、ー、と MRKN っていう ルビー詳しそうな方から、えー、と松本さんに質問で最近面白いと思ってる新しいプログラミング言語はありますかえーっとですね、ERG っていう名前のプログラミング言語を作ってる人がいてですね、でこれはなんか、その Python へのトランスパイラーなんですけど、なんか言語そのものは Python と似ても似つかない感じで、非常にこう面白い感じですね。あのこう 広く使われるかどうかはちょっと自信がないんだけれども、まあ、いろんな面白いアイデアが詰まっているので、えー、最近はその,なんてうのリファレンスマニュアルを読むのがこう楽しみな感じで少しずつ読み進めてますねあの実際にこうソースコードもあるんですけどソースコードはラストで書いてあるんですけど、えー、とあの実際の,なんてうの言語はまだできてない機能があのリファレンスの方にはす、ま、でに書いてあったりとかするのがすごい面白い感じではありますけども夢のある言語ですね e r g エル g って読むんですかね 多分この質問者の方は違った答えを期待してたのかなって思うんですけどえなんだろう <laughs> えっんだっけ <laughs> えっと J から始まるやつ <laughs> かなあそんなことはないそうです <laughs> はい他に質問ある方どんどんどうぞお質問きたボトムアップで Ruby が改善 されているとのことですがユーザーからのフィーチャーリクエストを取捨選択する基準はありますかなるほどとそうですね2つあって1つはその既存の部分、まあ、Ruby って結構でかいので既存の部分との間の整合性っていうんですかね矛盾みたいなものがあるかどうかっていうところが1つですねで2番目は、まあ、多分メソッド名とかねなんかのが増えるので,であるいはその文法が増えるのでそれに対して適切な、まあ、あのノーテーションという何ていうのえっと 見栄えとか名前とかがちゃんとついているかっていうところが、2点がこう基準になります 2> そ。2点ってビシッとスラスラ言えるのはさすがですね。えっ、ー、と、ありがとうございます。はい、次、AST、えっ、ー、と、以前のお話で AST クラスを公開したのはツールのためというお話だったとかと思うのですが、今後、機能強化をする予定はありますか AST の機能強化の予定は今のところはないんですが具体的にはまだないんですがただ、えー、とその AST の前段になるパーザーについては何とかしたいなと思っててというのもあのこう今の Ruby のパーザー とそれの派生、まあ、リッパーとかハーザージェムとかありますけどもでその辺ってその完全な Ruby のプログラムしか解釈できないんですよね。なんだけど例えば、えっと、LSP とかを作ろうとするとその。 書きかけのプログラムでここまでパーズして、あとはまだまだエラーですみたいなところも、まあ、ある程度パーズしたいわけですよ、そのエラートレラントっていうんですけども、まあ、そういう感じのパーザーを作るのを支援したいなというふうな話はあって、まあ、具体的には明日明日話をするケビン・ニュートンがですね手を挙げてくれているので、まあ、彼の仕事が、えーっとまあ、そのパーザーの改善の、ね、ベースになるんじゃないかなと思います。とととのことですすごご質問ありがとうございます次 コルビーから、What's your favorite new default gem in Ruby 3.2? And why is it syntax suggest? これはあのコルビーが代,代筆してくれてるけども、Syntax suggest gem のオーサーからの質問です。<laughs> えっと、Syntax suggest ですって。<laughs> いや、でもねあの、もしかしたら、 パーザージェムがこう改善 Ruby の,のパーザーがねあの今度の,あのケビン・ニュートンのパーザーで改善されたらシンタクスサジェスト相当は実はビルトインになるかもしれないなとは思ってますでも今はシンタクスサジェストすごいいいよねっていう、うん、あのシンタクスサジェスト何かっていうと去年の Ruby 会議テイクアウトで発表してくれた、えー、とデッドエンドっていうジェムが,リチ,がリチャードシニー,ーマンが発表してくれたデッドエンドの <laughs> あのデッドエンドの発表、面白すぎて、ホーム質的なところが頭に入らないという欠点があったんだけど、<laughs> 本当、彼、プレゼン最高ですよね。最,最高だけど、面白すぎるよね。はい。えっ、ー、これな、こっち、あはい、次の質問です。ラストは、まつビびインプリメンテーションに入るのでしょうか入るのでしょうかっていうのはどういう意味だまあいっ、えー、とラストがじゃあ,あの、MRI のビルドスタックに入った。 ことについて葛藤などがあったのであれば教えっとまあちょっと話したのもあるんですけどもあのこう RubyCRuby Ruby 全体をラストで置き換えてラスト Ruby にするがみたいな話は全然ないですやっぱ Ruby の本質的な部分は、まあ、Ruby と C で実装するっていうポリシーは変更ないですただ、えー、とオプショナルな部分 について、まあ、今回はイジットでしたけども、まあ、他の例えば、えー、とバンドロージェムとかの実装にラストが入ることはあり得るとは思っていますでなんだけどそのコアの部分に関しては C のまま変わらん、まあ、そこは変わらない感じですそれはあのだから質問としては個人的になんか嫌だなとか思わなかったんですかラスト変えようみたいな、まあ、C かけようとかえ 私個人の心情として一番大事なのはその開発者のモチベーションだと思うんですね。で例えば松本の好みで俺が開発される言語がこうラストは絶対ダメって言われるのはだいぶモチベ下がるっていう可能性はについて考えた結果そのコアじゃない部分についてはまあ強要した方がこうトータルのこうなんていうのえっ、ー、とその開発のベロシティが <laughs> あの速度が上がるんじゃないかなというふうに思って えー、許可ししまたあえー、っとどうしようかなまあいいか。すまるんで続けますね。Uh, will we get a blog article with the title How I Patched Pearl to allow else if indentation,、uh, else if instead of else if?Else if パールと違うところですよねっていう。 エルスイフをパッチえパールにパッチを当ててエルシーフを許すようにしたいや、えー、っと、エルシフですね、パールって。パールはエルシーフだよね。うん、あれだから、Ruby、えっと、はパールのサクセッサーなのになぜそこは真似しなかったのかっていう話ですね、要は。え、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 パール,パールってエルシフだよね。エルシーフを通るんだっけ、今。エルシフ。うん。で、あれえっと、 で少なくとも私が開発真似してた頃のパールはエルシフでルビーと同じだったよルビーってエルシフでしたっけエルシフだよあ<れ>エリフはフはパイソンねほん <laughs> なんだこれブログ記事ちょっと読めないんだけどブログ記事でなんかねこう パールの方はですね、エルシーフを許すようにパッチを当てるのすごい簡単で、私も若い頃ろ、パッチを当てたことがあるんだけど、結局、それは、なんか、インターネットの闇に消えた感じ。<laughs> んなんだろう、次。<laughs> まあね、確かに、見慣れちゃったからか、まあ、どっちでもいいやって感じですかね。うん、はい。えっ、ー、と、LSP の重拡充、拡充以外で足りないと思っているツールってありますか 足りないいと思っているツールツールどうだろうな、うん、そうねいやすぐには思いつかないんだけどえっ、ー、とまあこう、まあ、タイプロフとスティープのあたりでですねも,もっともっと強化できる余地はないんだろうかって思うところもあるんだけどであとは そうですねあのこう個人的にはですねあの、ルボコップのルールをあの、まあ、コップっていうんですかね、あの選ぶのがこう、たるいので、あなたのプロジェクトに対して最適なコップの集合をこう教えてくれるツールとかあると嬉しいなって思ってますけど。 おなんかいやあの、個人的には私の趣味に合わないこうルールが結構たくさんあるんですよねで、そういうのは全部オフにしたいんだけど、<laughs> だけど、全然ないのも嫌だっていうのもあってで、その辺のバランスを取るツールがちょうどあるといいなと思ってて、もしかしたらスタンダードジェムはそうなるのかなと思ったんだけど、スタンダードジェム、うん、それでいいのかな、<laughs> ごめんなさい歯切れ悪くてあ,のあくまで個人の意見ですっていう形で、マッツコップをパブリッシュするっていうのはどうですか。 確かにそういう手もあるかもしれない <laughs> これこれこれをオ,オンにするやつは好きですとかうん、うん、まあでもルブコップのねあの設定全部読まなきゃいけないですからねなんとかコップの挙動とかを、うん、そうそうそう一番簡単なのは,のは全部オンにするんだけどそうするとなんかすごいこ,うここは僕は気にしないのにっていうところまで怒られるんだよね <laughs> うんでも全部オフにするとまあ意味ないしっていう感じですね そろそろお時間がそろそろいい時間なのでいい時間、はいかないいですかねあの残りまだ今日の最終コマ r u b y c o m m i t t e r s v ール s って t h e w o r l d いうところでも、まあ、また松本さんにいろいろぶつけるチャンスがあるかと <laughs> ぶつけられるんだはいなので一旦今日はじゃあ朝のセッションをここまでにさせていただきたいと思いますありがとうございました松本、はい、ありがとうございました